韓国の朝食で人気のイサクトーストで、人気のメニュー2つ買ってみました。宅配ペダルの注文ですね。なんかイサクトーストってすごい店内で食べれもするんですけど、結構買ってね、外でハフハフ食べるっていう、まあなんか朝食のサンドイッチ専門店って言ったらいいのかな。でっかい鉄板でね、トーストをこう焼きながらで、一緒に卵とかベーコンも炒めながらポン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 って手際よく作ってくれるんですけど、前も動画で食べたと思うんですけど、本当に美味しいんですよね。今日はそこの新メニューと人気メニューです。ちょっとね、ちょっとこのままじゃあれなんでお皿に盛り付けます。はい、まずこちらがね、イサクトーストのベーコンポテイトピザのトーストです。さらに、チーズとモッツァレラを追加しました。お値段はチーズ2種類追加で合計で5600円約560円。はい、でね、もう一つが、新メニューのディップチーズベーコン。あれ、すごいなんか思ったよりシンプルですね。こっちもチーズ2種類追加しました。チーズとモッツァレラの追加です。で、まあ追加料金も含めて5100円約510円です。で、今日はこのチキンムー、大根の酢漬けもね、一緒に用意しました。はい、でね、今日飲み物は韓国のコンビニ GS25 で買ったチリ産ハドンノク茶っていうのを買いました。まあ緑茶ですね。はい、じゃあもう早速食べていきます。いただきます。まずね、ハドンノク茶。結構ね、渋さがありますね。渋めの緑茶です。はい、どっちから行こう。新メニューのディップチーズベーコンか、人気メニューのベーコンポテトピザかですね。新メニューから行こうか。はい、新メニューのディップチーズベーコンのトーストです。ちょっとだけ切ってみようか。うわ、チーズすごいよこれ。え、待って、ちょっと待って、これチーズが、チーズ思いのほかすごいです。あ、こうやった方が見やすいか。やっぱりね、チーズをダブル追加したから、普通にチーズ入ってるんですけど、さらにモッツァレラとチェダーチーズを追加しました。おー、大変だ。はい、こんなのですね。美味しそうです。いただきます。めっちゃ美味しい。うわ、チーズ、卵分厚いし、ベーコンもしっかりしてる。トーストもすっごい、なんていうの、ちょっとフレンチトーストみたいに、なんか油バター染み込んでる。オイリーというか、バターが染み込んでんのか、塗られ込んでんのかな。めちゃくちゃ美味しい。これで朝始まった、最高だわ。もう、めっちゃ美味しい。これはね、朝ごはんに選ばれるわ。っていうか、朝ごはんじゃなくても食べたい。でも、おやつにしては随分ボリューミーかも。でもね、朝は食べてもいいんですよ。朝はしっかり栄養とっとかないとね、午後とか午前中で動くから。これ最高。ほら、もうこんなんですよ。もうチーズがとろっとろ、とろけてる。これ、チーズとモッツァレラ追加した方がいいですよ。絶対した方がいい。おいしい。これね、今ちょっと食べてて気づいたけど、この卵焼きの間にトウモロコシ入ってる。トウモロコシの粒入り卵焼きが挟まってます。すごいよ、音聞こえたかな。すごい、トウモロコシの粒のプチプチシャキシャキが、なんでさっきもう一個の方食べた時気づかなかったんだろう。こっちめっちゃ入ってんだけど。
うん、おいしい。やばい、すごいボリューミーだけどペロリだこりゃ。めっちゃ美味しいわ。美味しすぎてチキンも忘れてた。大根の酢漬けですね。うわ、さっぱり美味しい。ちょっとこっちお名前が、あなたのお名前は、ベーコンポテトピザ、こっちもチーズとモッツァレラの2種チーズ追加、まあ、2種追加しても1200は約120円ぐらいでいいので絶対追加した方がいいです。美味しいですこれは。チーズがたっぷりに限るわ。こっちねポテトピザだから どうなんだろう、ポテトがどういうスタイルで入ってるかですよね。じゃん、また下が切れてない。毎回下切れないんだよな。はい、こんな感じです。めっちゃ美味しそう。あー、トマトピザソースが入ってるのか、ピザソースで、うわ、もういろいろ入りすぎてよくわかんないな。真ん中にじゃがいもですね、じゃがいものフライみたいなのが入ってるのかな。で、卵とチーズとモッツァレラと、はい、じゃあベーコンポテトピザトーストです。うん、ピザソースまでは届かなかったけど、おいしい。じゃがいもがね、完全にね、あのフライドポテトになってると思ったら意外とシャキシャキしたちょっと千切り風のポテト。おいしい。これポテト美味しい。なんていうの、なんかね、いい感じに生なシャキシャキ感が残ってて美味しいです。私絶対こっちの方が好き。いや、ポテトいるわこれ。ポテト追加はできないんですよ。実際に店舗行って食べると分かんないけど、あのネット注文の場合はポテト追加がなかったから、あのポテト入り食べたい場合はポテトが入ったやつで他を追加するしかないって感じですね。なんかピザソースもこうやって見ると結構赤々しくてちょっと激しい感じ、味が強そうに見えますけど、そうでもない。いい感じになんかこうピザのね、トマトのソースが入ってるなぐらいの感じで、そんな強いソースでもないからちょうどいい。美味しいです。なんかいい感じに協調性のあるトマトソースというか、なんか空気読んでるな的な感じが。しかもこれ上手だな、また空気読んでくれるのがこのインスタ映え風にちょっと出てくれるっていうね。空気読めるわこのトマトソース。で、私がさっき言ってたこのね、あのポテトなんですけど、一応フライにはなってるけど、ちょっと半生感があって美味しい。これね、どっちの今日のサンドイッチもいい働きしてるのがチェダーチーズだと思う。トマトソース言うほど味強くないんですけど、チェダーチーズの味がね、あの韓国でタンチャタンチャ、甘いしょっぱいのね、ちょうどいい組み合わせになったチェダーチーズ、これがなんかサンドイッチをまとめてる。
やばい、おいしい。最後ちょっと食べちゃっとこう。なんかチキンと合わせるにはいいけど、単品で食べると結構酸っぱい。でも口の中さっぱりってね、これあの間で挟むの美味しいです。脂っこいものの時はね、何でも合うと思う、チキン以外でも。はい、でね、イサクトースト新メニューと人気メニューを食べてみました。どっちもすごい美味しい。これはねおすすめ本当に。ただね、あのまあ、いくら朝お腹空いてるからって言って2つは多分食べないと思うんで、1つ皆さん選びますよね。だったらピザソースが苦手じゃなかったら、こっちのあのカムジャが入ってる方が美味しいです。いや、どっちもね、卵が入ってベーコンが入ってチーズが入ってって、まあ基本的なとこは一緒なんですけど、トマトソースなのかシンプルなサンドイッチの味なのか、もしくはポテトが入ってるか、このね、私はでもポテトがポイントだと思う。このポテトが美味しい。ピザのソースどうこうじゃない。このポテトすごい、なんかさっきも言いましたけど、半生のシャキシャキ感がちょっと残ってる感じ。多分でもね、これ店舗でお店の人がこう焼いて作ってるから、ちょっと焼き具合によってもね差は出てくると思うんですけど、今日食べたのはとにかく美味しかった。いや、これね、イサクトースト前もね、ただのサンドイッチだろう、なんでそんなみんなわざわざサンドイッチ屋さん行って、家で作っても一緒じゃん、なんで外でって私は若干思ってたところがあって最初。でもこれはね、買いに行くわ。ちょっとね、ただのサンドイッチって思わない方がいいかも。わざわざ朝寒い中、屋台のねイサクトーストのとこまで行って、これ注文して待って買うだけあるなって。でまたね、冬の寒い日にホクホク食べるのめっちゃ美味しいと思う。これはね、ちょっとホテルの朝食食べてる場合じゃない。まあホテルね、まあそんな朝食別に有名じゃないし、普通の朝食出るよって方は、もうホテルの朝食食べずにイサクトースト行って一回は食べるのいいと思います。で1日目に食べると多分次の日の朝もこれにしようってなると思うぐらい美味しいです。でイサクトーストはもう本当にどこでもある、もうどこでもあるの、どこでもある。うちの家の近くにも何店舗かあるくらい、本当にあの韓国のねあちこちにあるので、例えばもうミョンドンだったら、私もミョンドン歩くたびに、あ、ここイサクトーストあるんだって見かけるぐらいあるので、まあイサクトーストミョンドンとか自分が行く場所でね、ホテルの近くとかで検索かけると出ると思います。まあよかった、ネイバー地図があるんですね、 Google ナビみたいな感じの。そうなとかで検索するとねすぐ出るので、それで行ってみるといいと思います。はい、ということで今日の韓国語をやりたいと思います。今日はね、韓国旅行に来てちょっと使えるかなっていう、場所とかの単語をやりたいと思います。場所とかの単語って何かっていうと、まず一つ目に、両替所、これ結構使いませんか。皆さん絶対韓国ついて最初に行く場所だと思うんで、両替所はファンジョンソ、ファンジョンソ、ファンジョンソ。これちょっと発音がね、ジョンソ。ちょっと言いにくいかもしれないんですけど、私も言えてるかわかんないんですけど、ファンジョンソ。なんとなく言えば伝わると思います。ファンジョンソですね。オディエヨって韓国語でどこですかっていう意味なんですけど、ファンジョンソ、オディエヨ。ファンジョンソ、オディエヨ。監禁所どこですかみたいな感じですね。あと、ミョンドンとかデパートの中とか、あのショッピングモールの中とかでよくある案内所のこと、案内所、アンネソ。アンネソ、アンネソ、アンネソ、アンネソディエよ、アンネソ、案内が案内なので、アンネソ、アンネソ。ちょっと発音とかね、この上がり下がりが合ってるかどうかよくわからないけど、アンネソ、アンネソディエよ、インフォメーションディエよとか、私は結構英語で使っちゃう場合が多いんですけども、韓国で言うとアンネソ、アンネソ。あと、観光地、観光地ですね。ガンガンジ、ガンガンジ。これね、ニユンとイユン、韓国でね、韓国語のハングル文字分かる方だったら聞いて分かると思うんですけど、ニユンとイユンが入ってて、私これ苦手なんですよ。この使い分けができてなくて、ちょっと発音が難しいんですけど、ガンガンジ、ガンガンジ、ガンガンジ、観光地ですね。チョンガンガンジオディエよ、いい観光地どこですかみたいな感じで使えるかな。あとね、これ日本語のガイドさんっていうのが結構観光地だったらいらっしゃるんですね。こうなんかこうベストみたいなのをつけて、もろ日本語とか英語とかでなんかガイドみたいな感じで書いてると思うんですけど、そういった方がミョンドンのあたりで結構うろうろしてて、そういった方のことをイルボンガイド、日本ガイド、日本のガイドさんってことですね。イルボンガイド、
イルボンガイド、まあ、そういった歩いてる方に日本語とかで質問すると何でもこう困ったことか何でも教えてくれるっていうね、イルボンガイド、イルボンガイド、はい、イルボンガイドさんは結構あの利用するといいと思います。結構聞くとね何でも教えてくれるし日本語も堪能なので、まあこんな感じかな。ぜひねこういった言葉を使って韓国旅行を楽しんでみてください。でイサックトーストぜひ食べてみてください。すごく美味しいです。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。